皆さんこんにちは、戸川ひなた役の小野塚隼人です。戸川ひなた役の武藤潤です。高宮一華役の富永優です。はい、ということで、何でしたか、ジェスチャーゲームのなんか企画みたいなのがあるんですけど、はい、お題を1問出されて、それに対してこの3人がこうジェスチャーをするんですけど、同じジェスチャーのであれば正解、なるほど、1人でも違ったら不正解。はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい、ジェスチャーゲームスタート。スタート。難しい、めちゃくちゃむずいな。オーソドックススタイルかコアスタイルみたいなところは。でもオーソドックスの方がいいんじゃない。オーソドックスってかもうザ・ザ・みんながミュージカルって言った時にパッてなんか浮かぶ立ち姿。ああ、なるほどなるほどなるほど、なるほど、こうなんかありだね。出ちゃう。いやでもいい、いいっすね。そうですね。3、2、1。あれ、あったんじゃないこれ。え、いいっすか。これもほぼ正解でしょ。右手出し。いやちょっとそうっすね。ソロミオとジュリエットとか。あー、なるほどね。なるほどな。作品まで行ったら、まあそうか、でもそれはそうだな。でもみんな右手だったし。いやこれでも半分三角じゃないこれ。三角。三角。よっしゃ、0.5点。0.5点。よしよし。イメージだもんね。都会長はきっちりしてるっていう。どういう生徒会長を思い浮かべるか。ああ、確かに。僕なんかめちゃくちゃど真面目なメガネかけてる感じ。ああ。まあまあそうだよね。先生に怒られた時とは違いそうだな。なるほど、分かりました。3、2、1。残念です。リアクションでしょ。お二方は、はい、棒立ち。あ、もうここピコンってピコン。あ、なるほど。もう受け入れ。なんかもう、あ、なるほど、もう受け入れ。いやだ。初期とかの射程の方やっちゃう。失礼しました。いやこれ難しいわ。だからどこを取り上げるかじゃない。一番最初のやつありますよね。まあ多分もしくは一番最初にやるやつ。一番最初にやるやつ。あれ始まる時のやっぱ感じ。始まる時の試合がやっぱこうそこから入る。ああ、なるほどなるほど、終わった。まあ分かったわ。3、2。お、あった。よし。完璧。これ相当したんだけど。空気止まりました。ここまでそうですか。ちなみにそれ言ってたのってどんな感じですか。これです。ああ、そうそうそう。こういうパターンありますね。ありますね。ありますね。見事1.5点。食べログだとめっちゃ低いって感じる。さあ、というわけでジェスチャーゲーム3問終えて、1.5点という。驚異的な数字を叩き出しました。多分もう二度とこの 1.5 点破る人は出てこない、この人数は出てこないぐらいの、ね、難易度もありましたので、はい、まあ、ということで、はい、まあ、こういう感じで、わちゃわちゃと、稽古の方を、ね、楽しみながら、しっかり、皆さんに稽古の方をお届けできるように頑張っていきますので、皆様、応援のほどよろしくお願いします。お願いします。